そういえばそろそろじゃない、アリサのセンター公演。そうなんです、アリサ今からもうドキドキしちゃってまして。えへ、私も楽しみにしてます。プレープレー、アーリサさん。お、じゃあ僕も一緒に。お二人から名指しの応援ソング、心臓がダメかもしれません。すみません、アリサちょっと手に召されてました。みんなお疲れ様。美咲さん、千早さん、伊織さんもお疲れ様です。あれ、美咲さんも。珍しいですね、今日は美咲さんも打ち合わせに参加するんですか。それじゃあ、うおほん、アイドル諸君、元気にしているかね。今回はね、松田君をはじめとした君たち5人に任せたい大仕事があるのだよ。青葉さん、喉を痛めたんですか。美咲、千早が変な心配しちゃうじゃない。社長の真似はいいから普通に話しなさいよね。ごめんね、伝言だからつい。それでね、その大仕事っていうのは、なんと私の地元の種ヶ島から届いた宇宙とのタイアップ企画です。パチ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 。種ヶ島から宇宙。あれ、そういえばアリサ、昨日宇宙のニュースを見たような。そう、今地球に接近中のミリオン彗星に向けてもうすぐ探査機が打ち上げられるんだけど、この度その打ち上げを全国的に盛り上げようというタイアッププロモーションのオファーが届きました。え、ロケットの打ち上げとタイアップですか。すごいじゃないですか、ついに僕たちナムコプロが宇宙に進出するんですね。やりー、本当にすごいです。宇宙に夢中、打ち上げに熱中。遥かな宇宙に飛び立つ探査機の応援、やりがいがあります。美咲のつてでオファーが来たんですって。なかなか敏腕じゃない。あんたもしっかりしなさいよね。あれ、どうしてアリサにだけ。はっ、もしかしてその応援公演って。いやそういうことでしたら、あのスケジュールを変えた方が。ほら、アリサ宇宙のこともそんなに詳しくないですし、前に流星群とか調べましたけど、それっきりで。大丈夫だよアリサ、僕たちも宇宙は詳しくないけど、これから勉強すればね。そうね、松田さん、一緒に勉強していきましょう。はっ、千早ちゃんと誠くんと一緒に。
私もちんぷんかんぷんなのでよろしくお願いします。今日から宇宙のお勉強会ですね。それにこの宇宙一のスーパー美少女いおりちゃんがいるんだもの。詳しくなくてもなんとかなるわ。かなちゃん、いおりちゃんまで。現地、種ヶ島、ずっと一緒。これは。わかりました、プロデューサーさん。アリサはこの大仕事で燃え尽きる覚悟で頑張ります。はい、もちろん不安がないわけじゃなかったりしますけど、でも皆さんと一緒なので。よかった。それじゃあ、うおほん、松田くん、一つよろしく頼むよ。言われてみればそっくりですね。皆さん着きました。ここがあの探査機ちゃんが打ち上げられる宇宙センターです。わー、景色も空気も綺麗だな。空も海もすっごく青いです。やっほー。ひひ、バッチリです。レッスンもすごくはかどったし、いつでも準備万端ですよ。はい、発声練習でもダンスレッスンでもいつも松田さんが褒めてくれて。いえ、アリサ勝手に喜んでただけです。千早ちゃんの発声練習も誠くんの柔軟体操も本当に最高でした。ずっとこの調子だったのよね。まあ、私がいつでも可愛いっていうのも本当だから仕方ないけど。私の歌も素敵だってたくさん褒めてもらいました。珍しいな、嬉しいな。それも本当に本当のことですから。アリサの方こそ役と、いえ、励みになりました。アイドルちゃんたちとのレッスンで元気をもらってアイドル活動に励む、まさに永久期間です。はい、みんなで本を持ち寄ったりして、これでトークもバッチリじゃないかな。ねえアリサ。我が国の宇宙開発の歴史は苦難の連続でした。1990年、2000年の相次ぐ打ち上げの失敗、組織の統合と予算の削減。しかしそんな中でも少しずつ実績を上げ、希望をつなげてきたのです。あのこちらの方は、あの今回打ち上げる探査機ちゃんってどこにあるんでしょうか。ありがとうございます。いやー、かっこよかったですね。打ち上げもきっとすごいんだろうな。打ち上げの日はシアターで生中継を。
ちらこそ。こんなに素敵なプロジェクトに参加させてもらえてとっても嬉しいです。シアターのお客さんたちと一緒にみんなでいっぱい応援しますね。あのご心配なこともあるかもですけど、アリサ精一杯頑張りますので。たくさんの人に、そのお気持ちに応えられるよう私たちも力を尽くします。あのお話を聞けてよかったです。大切な仕事なんだなって。燃えてきた。探索ちゃん素敵でしたね。あの今日のイベントもですね、アリサ精一杯頑張りますので。もう時間ですか？すみません。え、でも今日ってまだ、あ、金曜日でした。でも大丈夫です。アリさん無理してるとかじゃなくてですね、勝手に頑張ってると言いますか。探査機ちゃんのこと勝手に精一杯応援したいんです。はい、職員さんたちや現地の皆さんは探査機ちゃんのことが本当に大好きでした。中には本当に人生をかけてきた方もいらっしゃって、何年も何十年もかけてたどり着いた晴れ舞台、一緒にしたら怒られると思いますけど、アリサなんとなくお気持ちがわかる気がしまして、大好きな人がちゃんと全力を出せるといいなっていう気持ちとか、みんなに知ってほしい気持ちとか、はい、それにせめてレッスンくらい全力でしておかないと申し訳ないと言いますか、本当に応援したいからこそ思っちゃうんです。今回のお仕事やっぱりアリサじゃない方が。ええー、アリサに？そうだったんですか？公演の順番とかではなく？そうでしたか。アリサをご指名で、応援したいからアリサに。あのプロデューサーさん、アリサはですね、おこがましいかもですけど、アリサがアイドルちゃんになっていいこともあるって今思っちゃいました。よろしくお願いします。アリサさん元気になったみたいです。公演頑張ります。
っていきました。よかった。何か思い詰めてセンター降りるとか言い出しそうな感じだったけど、これで一安心だね。あら、私が代わってあげようと思ってたのに残念だわ。水瀬さんの講演はまたの機会に。今回は私たちでアリサさんを応援しましょうね。フレーフレーアーリーサさん、頑張れ頑張れアリサさん。皆さん、アリサと一緒に探査機ちゃんへのご声援ありがとうございました。さあ、そろそろ探査機ちゃんの準備も整った頃ではないかと思います。もうすぐ宇宙に飛び立つんですよね。なんだか私緊張してきちゃいました。僕もだよかな。でも不安はないかな。絶対成功するって信じてるからね。そうです、ここにいる皆さんのご声援も間違いなく探査機ちゃんに届いていますから。そうね、あとは信じるだけ。次に会うのは地球に帰ってきた時かしら。その時はお帰りなさい公演もできたらいいわね。はい、探査機ちゃんが帰ってきた時にアリサがしっかりお出迎えできるように。アリサもアイドルちゃんとしてファンの皆さんと一緒に高く高く飛び上がっていきますよ。プロデューサーさん、お疲れ様です。打ち上げは？うわ、本当ですか？よかった。じゃあ一休みして、それからみんなでカウントダウンだね。長い旅路の門出、みんなでしっかり見届けましょう。その前にちゃんとお化粧直ししてからね。ほら、行きましょう。あのプロデューサーさん、アリサ、ちょっと変な気持ちなんです。いよいよ打ち上げで嬉しいはずなのに、なんだか少し寂しいような気もしちゃいまして。それで思ったんですけど、もしかしてプロデューサーさんもこんな気持ちでアイドルちゃんを見送るんですか？プロデューサーさん、そうですね、探査機ちゃんはみんなの自慢のアイドルちゃんですもんね。きっと立派に活躍して帰ってきてくれるはずです。アリサ、その時をずっと楽しみに待ってますね。それは何よりです。探査機ちゃん、頑張っているんですね。ちょっとだけ。あ、でも大丈夫です。アリサ、今は頑張ろうって気持ちが大きいですから。いつか探査機ちゃんが帰ってくる日のために、アイドルちゃんとしていっぱい輝けるようにって。
そうすればどれだけ遠くてもちゃんとアリサのことを目印に帰ってこれますもんね。はい、どんなに広い宇宙でも帰る場所さえ見えていれば怖くないですから、アリサたちと同じだと思います。舞台袖で信じて待ってくれてる人がいるから、前だけを向いてステージに飛び出せるんです。はい、お任せください。アリサも探査機ちゃんに負けないくらいどこまでも飛び出しちゃいます。なのでプロデューサーさん、これからもよろしくお願いします。